ねえ、ちょっとマット、すっぽかすつもりじゃないよね。ああ、行くよ。どうぞマダム。あら、ありがとう。なあ、エミリー。何？気分はどう？え、何？嫌な喧嘩だったから。ジェスから離れられれば元気になるわよ。少しリラックスしてさ、その、楽しもうぜ。みんながリラックスしてくれればね。でも、ありがとう。そうか。ねえ、おバカさん、こっちよ。へえ、人目につかない場所に行くの？それは来てからのお楽しみ。マット。何？一緒に来てくれてありがとう。手を焼かせちゃってごめんね。いいんだよ。でも忘れないでくれよな。俺には筋肉とか荷物持ち以外にも価値があるってことをね。証明してみる？喜んで。え？一日中。それどういう意味？その一日かけて、ほらセクシーに、その。いいね。うわ、本当に綺麗な眺め。わあ、すげえ。あなたといられて嬉しいわ、マッチョさん。ああ、筋肉だけじゃなくて脳みそだってちゃんとあるんだぜ。私を好きになるぐらいの脳はね。残りはどう？外でするのは好き。例えば？俺の車好きよ。広いし。ここも十分広いじゃん。ああ、ここじゃダメ。もっといい場所探しましょう。ここじゃ刺激が足りないのかな。他にもたくさんいい場所あるわよ。せっかくテーブルきれいにしたのに、紳士らしく。ほらほら、行こうよ。ところでバッグに何が入ってんの？私の下着よ。レースフリフリの。そんな大事なもの探してたならなんで先に言わなかったんだよ。ほら行くぞ。へえ、そんなに飛びつくとは思ってなかったから。なんだって？俺がなんでわざわざ来たと思う？いいでしょ、おかげであなたを思い通りにする秘訣も分かったし。ありがとう。秘訣じゃない、事実さ。見てよ、このセクシーな口。手突っ込んでみてよ。そんな嫌だよ。いいから、中にこうして入れれば。エミリー、エミリー。引っかかった。全く脅かすなよ。怒らないでよ。今のは？
わからない。多分動物か。なんか嫌ね。どうぞマダム。ありがとう。すごいわ、ほんとびっくり。ねえ、何これ。誰がこんなもの。あ、さっき通った時はなかった。メモかな。わ、あ、これはクリスか、ジョッシュだな。俺たちをからかってるんだ。全然面白くないよ。なんか嫌な感じ。同感だ。マット、どうなってんだよ。誰がこんなことを。もう下着のことなんてどうでもよくなってきた。さっさと戻りましょう。失敗を恐れていたり、人にどう思われるか心配する人についてどう思うか教えてほしい。同じ恐怖を持っているかね。そうなのか。なぜなら、君のゲームにはあまり反映されていない。違うかね。じゃあ今度は君が他の人に抱いている感情を掘り下げてみよう。いいね。自分や他人のどんなところを大事にしているかということだよ。他人と接するときに大切にしているのは忠誠心か誠実さか。では、たとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると、では誠実さと思いやりでは。ずいぶんと心優しいようだな。さすがだ。あ、またしても時間となったようだ。次回また話そう。